白山神社は、新潟県新潟市中央区一番、堀通町に鎮座する神社である。いよいよ彦神社、新潟県五国神社とともに、新潟県を代表する神社の一つである。正月の初詣の折や、白山祭り開催時には、大勢の人々で賑わう。主催神は、くくりびめ大臣、イザナギの大臣、イザナミ大臣で、 加賀国の白山女神社を誕生したものである。アマテラス皇大臣、ヤワタ大臣を廃止するほか、明治時代に、節末社を本殿に行使したため、本殿に以下の神も祀られている。戦国時代の火災で古記録を失っているため、創建の年代は不詳であるが、平安時代中期とされ、演技式神明朝に記載されている、越後国艦原軍、 船港神社の論者の一つとなっている。ただし、縁起式神明朝に、現在地の白山神社について、全く記載はない。明王年間あるいは、商法元年に小新潟から、現在地に遷座したと伝えられる。現在の本殿は商法4年に建てられたものである。江戸時代までは、法金を、別当時とし、春、祭りを新式、秋、祭りを仏式で行っていた。 現存する白山神社は、明治6年、楠本正隆によって、現在地に公園が造営された際、創建されたものと推認される。大正13年に建社に昇格した。境内に、下記の神社が鎮座する。同志同区には他に、同盟神社が、複数鎮座し、ぬったり東に鎮座する、旧号社白山神社は、当神社との区別のために、沼水白山と呼ばれている。 水島新二の漫画作品、アブさんでは、主人公、影浦康武が夫人との挙式をここで行っている。ありがとうございます。